はい、こんにちは、116ウィンズです。今年の MLB は60試合シーズンと極めて異例な1年となりましたけれども、短いシーズンということでプレーオフ争いでもちょっと波乱があったりしましたが、最終的にワールドチャンピオンとなったのは MLB 最高勝率を誇るドジャース、要するに今年一番強いチームが世界一となったわけですね。さて、当チャンネルでは開幕前に順位予想、全6地区の順位予想をやっていまして、今シーズンの展望を占っていたんですけれども、今回はその答え合わせの動画、実際に予想が合っていたのかというところを見ていきたいなと思っています。では早速見ていきましょう。はい、まずは AL 東地区から見ていきましょう。私の開幕前の予想がこちらの通りになっていまして、地区優勝がヤンキース、そして2位以下がレイズ、ブルージェイズ、レッドソックス、そしてオリオールズと続く予想をしました。まあ、この予想した時点でヤンキースは故障者が結構出ていたんですけれども、ただ開幕が延期となったおかげでその故障者の影響というのはほとんどなくて、で戦力面から考えてもヤンキースの地区優勝はまあ硬いんじゃないのかなと思っていまして、でこのヤンキースに対抗できる存在としてこの地区の中ではレイズが上がってくるのかなと考えていました。で3位にはブルージェイズを挙げていまして、まあ、若手選手の台頭というところを非常に期待しての3位予想としました。で4位はレッドソックス、まあ、ベッツが抜けて、でさらにクリス・セールも怪我をしてしまいましたので、ちょっと厳しいかなと思って4位にして、で最後はまだまだ再建中のオリオールズということで、最下位はオリオールズとしました。でこれがどうなったのか、実際の順位はこちら。いや、はい、3位のブルージェイズしか合ってませんでしたね。まあ、レイズはヤンキースの対抗馬になりうる存在だとは考えていましたんで、地区優勝というところは驚かなかったんですけれども、ヤンキースが予想以上に今年は調子の波がかなり激しいシーズンでしたね。グレイバー・トーレスやゲイリー・サンチェスといった本来活躍しなければならない存在がちょっと今年は不調だったり、また故障者も出たりして、なかなか選手のやりくりというところで苦しい面があったのかもしれませんね。で、ブルージェイズは結構期待通り若手選手が伸びて、でさらにシーズンの途中には課題の先発を補強しまして、まあ、台湾ウォーカーですとかロビーレイといった選手を補強して、結果的にプレーオフに滑り込むことができましたね。そして全く予想していなかったのが4位オリオールズ、そして最下位レッドソックスというところですよね。オリオールズは結構シーズン序盤好調な時期もありまして、トッププロスペクトのマウントキャッスルが昇格して活躍したり、またレナト・ヌネスやアンソニー・サンタンデールなどの選手も結構いい成績を残しまして、昨年よりも間違いなく勝てるチームにはなったと思うんですが、まさかレッドソックスより上に来るとは思いませんでしたね。というかレッドソックスが良くなかったという部分もあるとは思いますが、まあ、投手陣がセール以外にもロドリゲスが健康上の問題からシーズン投げられなくて完全に崩壊していましたし、また打線の方も JD マルティネスやラファエル・デバーズといった存在が思ったほどには打てませんでしたので、まあ、投打にちょっと今年は噛み合わないシーズンとなりましたね。ただレッドソックスはベッツとプライスのトレードでペイロールの削減に成功していますし、おそらくすぐにまた強いレッドソックスが戻ってくると考えていますし、その頃にはオリオールズもトッププロスペクトたちが昇格して MLB で活躍していると思いますので、現在地区の上位にいるレイズ、ヤンキース、ブルージェイズと含めて今後の東地区は非常にプレーオフ争いが激しい地区になってくるんじゃないでしょうかね。はい、では続いてAL中地区の予想を見ていきたいと思うんですが、中地区の順位予想はこちら。地区優勝はツインズ、そして2位以下がホワイトソックス、インディアンス、タイガース、ロイヤルズと予想していました。個人的にはツインズがこの地区の中では投打ともに一つ抜けているかなと考えていまして、地区優勝予想したんですけれども、ただホワイトソックスも若手選手が成長して、でさらにこのオフには大補強にも動きましたんで、結構面白い存在かなと期待しての2位予想としました。でインディアンスはチームとして弱くはないんですが、ただクルーバーをトレードして、で、オフにほとんど補強しませんでしたので、ちょっと厳しいかなと考えての3位予想として、で、4位、5位、タイガースとロイヤルズはまだまだ再建中のチームですので、正直どっちが上に来るかは自信がなかったんですが、ただ一応多少は補強したタイガースが上に来てくれるんじゃないかと期待しての4位予想。で、最下位はロイヤルズと予想しました。そしてこれがこうなりました。予想通りツインズが地区優勝したんですけれども、ただ上位3チーム最後まで激しい地区優勝争いを繰り広げましたね。ツインズは打線に昨年ほどの破壊力はありませんでしたが、代わりに投手陣が踏ん張りまして、チームの防御率は MLB 4位の成績でしたし、特にドジャースからトレードで獲得した前田健太選手の存在が非常に大きかったですね。今年の前田選手の働きはそれこそエース級の活躍でしたので、ベテランのリリーフ陣の働きも含めて、今年のツインズの強さは投手陣が非常に牽引したイメージがあります。インディアンスは投手陣の頑張りというところが非常に大きくて、特にシェーン・ビーバーですよね。
あんなにすごいピッチャーになるとはちょっと正直予想できませんでしたね。そして3位のホワイトソックスも期待通り今年躍進の1年を送りまして、途中までは地区優勝もいけそうな雰囲気でしたが、シーズン終盤に負けが込んでしまったのが響いてしまいましたね。ただ2位と1ゲーム差、首位と2ゲーム差での3位でしたので、なかなかのシーズンだったと言ってもいいんじゃないでしょうかね。そして4位がロイヤルズ、そして5位がタイガースとなりましたが、タイガース最下位とはなりましたが、9月入る時点で勝率5割と結構健闘していたイメージがありましたね。ロイヤルズにしてもタイガースにしても今年結構トッププロスペクトも昇格してきて、でおそらく来年以降もこの流れは続くと思いますので、今後の成長というところは非常に楽しみな2チームですね。はい、では続いて西地区の方を見ていきましょう。西地区はアストロズがこのオフいろいろとありましたが、まあ、なんだかんだ戦力面から見てアストロズはまだまだ強いんじゃないかと思って首位予想して、でその対抗馬としてアスレチックスが期待できるかなと思っていました。で3位がエンゼルス、まあ、レンドーンは獲得したんですけれども、さすがにあの投手陣で上位進出はまだまだ厳しいかなと思っての3位、そして4位がレンジャース、5位が絶賛再建中のマリナーズということで、マリナーズは知らんと書きましたけれども、これがまさかのこうなりました。いや、こんなん予想できるわけないじゃないですか。まあ、アスレチックスが優勝したのは全く驚きはなかったんですが、2位以下ですよね。まあ、アストロスは私が優勝予想して今年2位でしたので、順位からすれば大きくずれてはいないんですが、ただシーズン負け越しとなってしまいましたよね。開幕戦の登板でバーランダーが怪我をしてしまってシーズン全休、クローザーのオスーナも怪我をしましたし、また打線を見てもアルトゥーベやブレグマン、コレアといった選手がこれまでのシーズンの成績と比べますとかなり寂しい成績を並べましたので、なかなか選手のやりくりが厳しかった1年でしたね。ただプレイオフでは少し調子を戻して、大方の予想に反して ALCS まで進出しましたが、来シーズンバーランダーの全休が予想され、さらに FA でスプリンガーとブラントリーの対談が予想されている中、来季のアストロスというチームはどういうチームになっていくんでしょうかね。そして3位はまさかのマリナーズ。いや、ほんとシーズン前マリナーズは知らんと書いてすみませんでした。まあ、今年はほとんど補強もしていなかったんですが、若手選手たちが非常に伸びましたね。打線ではカイル・ルイス、そして投手陣ではジャスタス・シェフィールドが今年大きく成長しまして、チームの柱とも言ってもいいぐらいの選手たちになりましたね。終盤までアストロズとプレイオフ争いも繰り広げましたし、これからさらにトッププロスペクトの昇格が見込まれる中、来シーズンこそ本当にプレイオフに行っちゃうんじゃないかと個人的に期待しているところです。で、エンゼルスとレンジャースに関しては本当に投打が噛み合わなかった、そんな印象の1年でしたね。エンゼルスに関しては多くの人が予想していたと思いますが、投手陣がやっぱり足を引っ張ってしまって、これが特に序盤は顕著でしたね。トレードで獲得したバンディが予想以上の活躍を見せたりしましたが、大谷選手がまだまだ本調子とは言い難いような状態でピッチングをしたりするなど、台所事情の苦しさというものが伺えました。最下位のレンジャースは新球場ブーストどころか逆噴射してしまいましたね。まさか来季のドラフト指名が全体2位まで落ちてしまうとは全く予想できませんでした。オフシーズン中も一応それなりの補強はしてまして、カイル・ギブソンやジョーダン・ライルズ、それからインディアンスとのトレードでコーリー・クルーバーを獲得するなど、ちゃんと今シーズンに向けて準備を進めてきたんですが、この3人が全く機能しませんでしたし、また昨年大車輪の活躍を見せたマイク・マイナーも今シーズンは全くいいところがなく、結局デッドラインでアスレチックスにトレードされるなど、期待していた選手たちがその期待を裏切ってしまったというところが本当に響いてしまいましたね。打線も長期契約を結んでいるアンドルスやオドワが結果を残せていませんし、またギャロに至っては今年 OPS でカイナー・ファレファを下回るありさまですので、ちょっとレンジャーズここからチームをどう立て直していくのか、ダニエルズ GM も考えなくてはいけませんね。ということで西地区の順位は全部外し、結果エールで予想を当てたのは東地区の3位ブルージェイズと中地区の優勝ツインズだけということで、まあちょっと予想としては全然当たっていないという結果となってしまいました。で、NL の振り返りの方もやっていこうと思ったんですが、ちょっと動画として長くなってしまうので、NL の動画についてはまた後日あげたいと思います。ということで今回はここまでとしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。